はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。スカイリムですね、やっていきたいと思います。マグナスの杖がどこにあるかは分かっている？今はそれどころではない。現在起こっている問題を解決しないといけない。そうですね。一体どうなってるの？アンカロー、今止めろ、命令だ。お、近づいてはいけない。わ、大丈夫ですか？歩けますか？え、誰が立ってもらわないと大変なことになったのです。え、多分大丈夫だ。アンカノがあれを目を使って何かを始めたのです。止めることもできなかった。爆発もサボスの姿が見えないのです。相当吹き飛ばされてしまったのでしょう。怪我をしているかもしれません。アークメイジを探してきてください。急いで、早く。あれ、何があったんだ？え？大丈夫。少し息を整えているだけです。サボスを早く。あ、サボスさんを探さないといけないんですね。うわ、中にアンカノいますね。あ、ちょっと待ってね、ミラベラアベンさん。大丈夫。少し息を整えているだけです。サボスさん。あ、サボスさんね、ちょっと待って。これと。ちょっと待ってね。SQ じゃない、SQ じゃないね。セーブ入ったかな。アークメイジを見つける。で、これを見ると。どこアークメイジを見つけるって。まあ、ちょっと出ていきましょうか。アークメイジは、アークメイジの部屋に行ってもいい気がするんですけどね。あ、アークメイジがいた。調べる。え、何もできない。調べれない。話聞きましょう。大丈夫か？おお、トルフデル。ここで何があったのだ？アンカノだ。彼が目に何かしたんだ。どっちだろう。アークメイジのアレンは死んだ？って聞く。アークメイジのアレンは死んだにしましょうか。そんなことは信じられない。しかし。今は時間がない。ここで起こったことはウィンターホールドにも起こったはずだ。そこを出て無事を確かめるんだ。私はここでできる限りのことをする。さあ、今は行くのだ。ほら、ウィンターホールドの町を守る守る。さあさあ、リディアさん行きますよ。えらいことになってきたね。これかな。こんなもので守れるかどうかわかんないけど、町を守るだね。え、あなたどうなっているの？あそこで何が起こっているの？まずいことになった。ウィンターホールドが危ない。手を貸してくれないか。時間がない。ウィンターホールドの安全を確認しないと。あ、まずいことになった。ウィンターホールドが危ない。手を貸してくれないかにしましょう。危険かもしれないって。見て、疑問の余地なんかないわ。行きましょう。何かしなくちゃ。さあ、アーニエル、行きましょう。その必要があるのか。あの人ひねくれてんね。さあ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 、行きましょう行きましょう。何から守るんだろう。覚えてないなあ、こんなイベント。わあ、あったなこれ。あ、リーゼさん押さないで。ちょっと待ってね。もうこうなったらリディアさんを他者治癒だよね。なるべくバレないように。あら、待っててね。あ、でもダメだ。他者治癒にすると間近のヘリが早いんだ。あ、ちょっと後ろからすごく押されてんだけど。ちょっと、私は何だ。あ、お、押される押される。すっごい押される。ただじゃ済まさないぞ。え、あなたに回復できないんだけど。立てると思ったら大間違いよ。なんかすごい押されるんだけど。よいしょ、
回復なら任せて。よし、はい、次もっぱつね、はい、どうぞ。あなた大丈夫かい。それよりもあのアーニエルさん殴りやってんだけどね。あれ殴ってんだけど、めちゃくちゃ殴ってる。お回復上がったよ。ちょっと待って、私回復が上がったら1個置いてんだポイント。はい、行くよ。あら 50? あれ忘れてる。50いんの。あ、スタミナ回復。あ、スタミナ回復ね。あら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 、50まだまだ先じゃない。スタミナ回復入れとこう。せっかく貯蓄してたのに目論みが外れちゃった。はい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 、あらら、あなた激しく動きすぎ。あ、そうか、私もスタミナ回復できるんだね。これはいいことだわ。スタミナ回復はね、うわー、よいしょ。リリアさんどこ。あ、あそこいいんだね。あらららお、ダメージ食らってね、私も。おっとっとっと、すごい、もう、動けない。あ、倒したんだね、これね。調べてみましょう。おう、中痕跡、ゲット。私、いないよね、これ。はいはい、はい、痕跡ね。敵も回復させる気がするんだけどね。あ、いろいろ手伝ってきてくれてる。皆さん。あ、ちょっと、見えない、見えない。わけわかんないんですけど。あ、もう、みんな殴るのね。あ、え、あ、ゴールドね。あ、この人ランミルさん。あ、ランミル家の鍵。あ、ランミルさんやられちゃった。あら、残念。あ、ガーネットのね、ちょっといただきますよ、すいません。うまも、あ、これ相棒か。アニエルさんはさすがに死なないでしょう。ちょっとちょっとちょっと、何、ちょっと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 、これはさっきのね、ランミルさんね。あ、ランミルさんやられちゃったんだね。え、交代するわよ。おい、まだ3匹しか倒してないのね。お、相棒どこ。お、なんか激しくなった。トリゴの中に入っちゃってんだけど。あ、リリアさんやられてる、やられてるというか、いや、あ、頑張って頑張って。あ、相棒やられたな。相棒やられたんで、よし、はいはい、リリアさん、あ、リリアさんやばいね。あ、相棒どうなんだろう。あらららら、これすごく押されんだよね、いろんな人から。言い方意味であると押されまくられるんだよね。あー、早く早く、あ、回復が、あ、もう回復めちゃくちゃ上がっていくんじゃないこれ。いやいやいや、もうガンガン回復させるわよ。あ、相方がいない。あ、見てる、だいぶ回復してるね。ああ、あー、切るかい。あ、倒、あ、やっつけれたみたいね、何匹か。あー、収まった。あ、秋だ、ごめんなさい。あ、これも秋ね。で、大丈夫、うーっと、よいしょ、相棒、相棒、相棒。どうも、大変だ。あー、爆発しちゃったね。よし、ドンと。あー、マジカが足んなくなってきちゃった。あ、ちょっと眩しすぎね。アーニエルさん頑張るね。あらら、押される押される。
押される押される。あ、リディアさんもう大丈夫だね。あとアーニエルさん、アーニエルさん、はいはい。おうおうおお。あ、行ったね。よし。あ、あと必要があれば殺すわ。一匹だね。おう。容赦しないぞ。やっつけたね。あ、まだ一匹いるわ。あ、やばいよ。うちのお馬さんに当たった。火が当たったね今。おう。やり合わないかい。おお、走っててるね。まだいんのかい。ここで起こったことを知らせて。あ、ファラルドさんね。いやー大変だった。ここでやっつけたんだよね。あー相棒。あー大変だったね。え、なにこれ。あ、ニワトリさんやられてるわ。あらー、えらいこったで。ニワトリアーニエルゲイン、どういうこと。あ、アーニエルさんニワトリを資料術でやってんだ。あらまあ、ひどいひどいと言いにくいな。ニワトリに資料術かけたのね、あなた。はい、うん、これは何のヒントにならなそうだ。はい、集中していなくちゃ。そうね。ああ、いや大変だった。痕跡はね、集めていきましょうね。さあ、アークメイジがちょっとやられちゃったっぽいんですけど、見に行きましょうか。で、残念、ランミルさんやられちゃいましたね。ランミルさんって誰だったんだっけ。非常に残念ですね。街中で戦いがあるとこういうことあっちゃうんですよね。クエスト持ってる人とかが死んじゃうとね、ちょっとね。まあ、あのキークエスト、メインクエスト持ってる人は多分死なないんでしょうけど、このゲームクエスト多すぎるんでね、お亡くなりになっちゃうとクエスト受けれなくなっちゃうんだよね。よいしょ。あ、ちなみにですね、私ね、今スタミナ回復あるんで、回復するとね、スタミナも回復します。こういう感じでね、これすごくいいです。本当にスタミナの回復はね、後々にすごく役立ちます。あらー、あら、いるよね、こっちにね。ミラベルさん、どうしましたか。すべて順調ですか。あ、ウィンターホールドはもう安全だ。こちらも大丈夫と言えたらいいんですが、トルフリルと私で食い止めてみます。その間にマグナスの杖をお願いします。行ってください。なぜ自分に。私はここを動けません。アンカノに働きかけてこの事態を止められるかやってみなければなりませんから。だから信用できる人に任せたいんです。それにあなたはこの顛末を予言した当人ではありませんか。ああ、ではラビリシラに行ってくる。あれ、この行ってくるって間違えてない。これって言う方の言うじゃない。違うかな。その杖が役に立つと本気で思ってんのか。こんなこと言っちゃダメだろう。ではラビリシラに行ってきます。何ですって。え、それは本当なんですか。杖はそこに。あ、知らなかったのね。偶然の一致とは到底思えませんね。え、何の話。何が、分からないな。何が偶然なんだ。サボス、早くしないと死んでしまう。あ、サボスさんね。あの人がつい最近くれたものがあるんです。ラビリンシアンにあったもので、使い方は時が来ればわかるだろうと言っていました。多分 あなたに渡してくれという意味だったのでしょう。なんとなくですが、あの人にとっては大きな意味を持つ品のようでした。それとこのアミュレットも持っていってください。もともとはサボスのものでしたが、今はあなたの役に立つかと思います。これを持ってすぐに行って、アンカノが大学を完全に破壊してしまう前に杖を持ち帰ってきてください。はい、じゃあ行きましょうか。マグナスの杖、
ラビリシアンに入るね。で、私は、まず、アイテムをいただいてるんですね。何かいただいたよね。ゴールドールはそのままだよね。あ、サボサーレのアミュレット。あ、マジか、50上がる。おお、これはいいわ。はいはい。もうマジか、もう、うん、マジかすごいんですよね、私ね。さあ、あ、アンカーのなんかやってんね。さあ、サボさん。サボさんを助けるために、ラビリシアンテラに行ってみましょうか。あら、サボスがいない。どこいんだろう。あなたは宇治の仕事が我らをかろうじてスカイリムと結びつけている。はい、頼まれてた石を持って。ああ、これ痕跡ですね。やってくれるか。ありがとう、大助かりだ。大痕跡3も失っちゃった富士を訓練してくれないか。できる。ここに来たのは正解だ。喜んでほしい。高い。やめましょう。じゃあ、この人の大痕跡3つ渡しちゃったんでね、ちょっと私大痕跡がないのかもしれないね、でっかいのはね。で、クエストだね。マグナスとラビリシアにある。どこ、ラビリシアンって。あら、ここね。あら、最寄りはだいぶ遠いね。遠いね。あ、モーサルからか。わかりました。これはちょっと地べた走っていきましょうか。あー、こんな巨弱気なので大丈夫かな。リディアさんにかわびあってもらわないとね。おーっと、いるよ。まだいるじゃない。ちょっと待って。おお、びっくりしちゃった。まだいるじゃない。あ、まあいいか、これはいいか。自分当てで光硬いね、敵も。私にできることあればいいけどね。弓矢でも撃とうか。当たるかな。間違ってリディアさんに当たっちゃうんだよね。いやー、出て、おっ、当たったね。あ、いい感じで、いい感じでリディアさんが固定してくれてる。あ、これ外れたね。あ、難しいな。当たってる、当たってる。あ、当たってるね。あ、ナイスバッシュですリディアさん。おお、休日上がったね。ただじゃ浮かないわ。おう、あ、そうだ、魂取れるんだ。はい、じゃあ行きましょうか。治癒の呪文。さあ、あなた行きますよ。ちょっと弓も育てましょうか。やっぱりね、ちょっと暗殺系もね覚えたい。何？なんか浮いてるよ。ずっと探してたんだ。はいはい。あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。手紙を一通とゴールドをたんまり受け取った。相続に関することかな。ああ、相続分を減らしてしまったんなら悪いね。これでよしっと。じゃあ行くよ。ああ、これ来ちゃいましたね。ちょっと説明する前にね、これ取っときましょうか。よいしょ、痕跡ね。で、あっちもね、あっちも痕跡ね。浮いてんのね。よいしょ。はい。誰かがお亡くなりになりました。ひょっとしてランミルさんかな。私をね、友と呼ぶ人がお亡くなりになったということですよね、確かね。で、私相続人にされているので、彼女誰か分かりませんけど、今から見る方の財産を相続してます。その内容を踏まえた手紙が届いてるはずですね。エルトリスの、これは違うよね。
タロスの、あ、これまだだね。あれだね。あの、端っこの町だね。衣装。アチェ、コリール、首長の名において、ランミルの死を知らせること、非常に残念に思う。大量の百金貨を、財産として相続させる遺言を残した。そうなのね。十金貨を法律の持つ税金人として、こういうことあるんですよ、このゲーム。やっぱランミルさん、あれなんだね。この博多、私を友だと思ったんじゃないのかな。もう残念だね。助けてあげることができなかった。さあ、じゃあ気を取り直しましょうか。あ、これ配達人ね。はい。いや、ないよ。ないよ。ランミルの、ランミルの家っていうのが多分あると思うんです。ちょっと寄ってみましょうか。鍵持ってるんでね。私開けれるんですよね。あら、なんか引っかかってる。これが首長の家で。あ、ちょっと宿泊まりましょうか。せっかくなのでね。ランミルさんって何だったんだろう。どんな人だったんだろう。全然覚えてないや。あ、じゃあちょっと時間良くなってますので、この辺で終わっておきましょうか。スカイリム、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。